のこチャンネル。皆さん、目の前にあるこのキノコはですね、アンズタケというキノコです。特徴は、キノコ自体にアンズ臭、みかんのような柑橘系の匂いがすると言うんですけれども、私は嗅いでもしたことがありません。で、もう一つの特徴で、このね、ひだとひだの間に、縦のね、連絡脈というのが入ってる独特のひだをしてるのをお伝えしたいんですが、一番ひだ見えるアンズタケが何者かに食べられてますね。ね、この子、抜けてるんですけど、ね、わかりにくいですね。ひだとひだの間に、なんかね、あみだくじみたいにひだがなってるのが特徴です。ヨーロッパでは食用として愛されているキノコ、アンズタケです。目の前にあるこのキノコですね。鮮やかな色のこのキノコは白海綿タケというキノコです。ちょっとね、裏側、はこんな感じですね。で、このキノコと似た食用キノコでマスタケというのがあるんですけれども、間違って白海綿タケを食べた方がマスタケマズっていうみたいです。それは白海綿タケです。皆さん、目の前にあるこのキノコですね、この傘の表面が自宅で作るホットケーキ感があるこのキノコはニワタケというキノコです。特徴がですね、この柄の部分に毛が生えているのと、まあ、ひだはこんな感じでちょっと古いんですけれども、小ひだがあります。で、傘の上は、まあ、ビロード状って言っていいんですかね。でね、結構しっかりした、柔らかいキノコではないんですけど、硬いキノコでもないです。ニワタケという個性的なキノコです。皆さん、目の前にあるこの茶色いキノコですね。アクイロヌメリタケというキノコです。ヌメリガサ科のキノコですね。もうね、ヌメヌメ、すごいヌメヌメして分かりづらいんですけどね、ちょっと近くに老菌があるので、この子ですね、傘に放射状の線が入ってるのが分かりますね。で、ひだ白色で、やや層で、小ひだもあります。アクイロヌメリタケ。で、葉筋がですね、すっごい分かりづらいんですよ。ここにあると結構、まだ分かりやすいんですが、さて、アクイロヌメリガサはどこにあるでしょうか？わかりましたか？